はい、まあ、こんなふうにこう、まあ、こういう絵を毎回何枚も描かれるわけですけれども、まあ、こんなふうに確かにこう絵の具って上から垂らせば下に落ちるに決まっているし、赤い絵の具と黄色い絵の具がどっかで交わればオレンジ色のになるっていうのも分かってるんですが、実際こういうことをやるっていうところで、そしてそれもずっと継続してこの世界で遊べる、この世界で自分を解放できるっていうのはなんて羨ましいんだろうと、次の手はないかとか、これそろそろ人に飽きられるかもしれないので次の手を考えなきゃいけないみたいにして、まあ、美術の世界ではもうみんなしんどい思いをして、新しい境地、新しい境地に行く競争を、まあ、現実ではしているところがあるんですけれども、彼女のようなスタンスで表現を続けている人を見て本当に羨ましいなぁと、なんかこう色と純粋に遊ぶっていうことの原点を見るようですね。